はい、どうもゼロワンチャンネルゼロワンです。どうもこんにちは、オリンピック皆さん頑張っておりますが、熱中症オリンピックは関係ありませんが、普段の生活皆さん熱中症気をつけてください。クーラーの温度は28度、除湿の温度も27度、電力消費も気をつけてください。ということで今回はですね、僕の球の重さについて、まあ、あくまで僕の持論というか、僕が考える球理論なんですけど、重さなどをちょっと紹介していこうかなと思っております。僕は現在ハオキューの、こちらのやつ使ってますが、もう長年使ってるんですが、最近ねまたちょっと重たくしまして、最近どれぐらいかな、海外から帰ってきて変えたかな、だから3ヶ月ぐらい前にちょっと重さをまた重たくして、今結構、ヘビーな感じになってるんですけど、やはりね重たくした方がね、利点としては球がボールに当たった時によくしょ負けない、しっかり前へちゃんと行くというか、ぐにゃっとならないっていう理論が、どうしても打感的にはあるので、まあ、多少重たくてもいいんじゃないかなっていうのと、まあ、ストローク的に僕の場合はそのあんまり当たる瞬間にそんなに球スピードも上げないので、僕のような感じの人は合ってるのかもしれないし、まあ、合ってなくても、バランスをチェンジして自分に合ったものをチョイスする。やはりその球のスピードとかみんなバラバラなんで、自分に合ったものを探すという手がかりの、一つのアイデアになればいいんじゃないかなと思っております。じゃあ早速ですが、僕の、ブレーク球じゃねえな、ブレーク球測ってもしょうがないな、ブレーク球の、総重量をちょっと測ってみましょう。こっち来たら行きます。バットサイエンス 471g、 バットサイエンス、シャフトだけも測るか、シャフト 107g、 合わせてバットサイエンス304、もう何も覚えてねえや、2つ合わせて 578g。 578g というのはビリヤードプロでは絶対分かりますからね、1オンスいくつかね、578×0.28.35 か、 28.35、 あれなんだよこれ、あれが使えないよ、かけるんだっけ、割るんだっけ、かける 0.、 割る578÷28.35 は、はい、出ました、20.38オンス。結構重たい、ね、おそらく結構重たくて、バランス的に言うと、まあ、バランスポイントっていうのは、まあ、大体目安として、大体こう球をこう置いてもらって、これも後ろバランス、どっちも後ろバランスなんでね、ね、なんだか分かりません、なんだか分かりませんが、イメージ的にはこう、なんかこうよくやるやつ、よくやるやつ、俺もちょっとあれ何やってるか分かんないけど、こうバランスポイントみたいな、この辺みんな大体これちょっとやってみたい、家で大体ね、この辺僕もバットグリップエンドの一番前ぐらいかな、ということで結構重さで言ったら、比重で言ったら後ろが重たいです。僕の多分この球にはね、これぐらい の、 あのウェイトボルトが入ってるんで、まあ皆さん軽いやつもやってもらえるのもいいし、重いのも試してみてください。まあいろんな形があると思うんで、まあシャフトのよくね、シャフトが重いのがいいですか、軽いのがいいんですかとか言われるんですけど、まあ結局球ってバランスが、まあ、大半を占めるというか、かなり大事な部分を占めると思うので、やっぱり前バランスが好きな人であれば前を重たくする場合もあるし、後ろが好きな人はやっぱり前が軽い方がいいかなと思いますけれども、まあ、基本的にシャフトの重さが増えれば増えるほど、やっぱり、みこしとかパワーも、パワー上がる分だけみこしがどうしても出てきてしまうのではないかなと予想されます。暑い夏休み、
ココナッツ食べて、みんな夏頑張りましょう。また急に終わります。 See you next time.